はい、こんにちは、くみです。横浜市の皆さん、こんにちは。私、YouTube をやってます。くみと申します。え一、ー、人から始めるリコール運動というね、画像、ちょっとお借りしてきました。でですね、えー、今日何を話したいかと言いますと、皆さん、リコール運動に協力してサインしましょうって話なんですね。今、えー、7万ちょっと、えー、サインが集まってるそうです。で、えー、っとですね、50万票必要なんですよ。だけども、あと5日しかないんです。12月5日までですから。 で皆さんね横浜駅に集中で今日もやってましたけども、えー、女性の方が中心になって今やってるんですけどもできれば皆さんねサイン行ってあげてくださいあのカジノができてほしい人は別に行かなくて結構ですけどカジノがいらないと思ってる人横浜を守りたいと思ってる方横浜の観光地を守りたいと思ってる方はですねぜひともカジノのリコール運動行ってくださいでですね してて嘘つい市長は住民投票やる気なしって書いてあります、えー、この間市長が住民投票で賛成多数なら少し慎重あの考えるみたいなことを言ってましたけどあれ嘘です。なぜかというとあのこのリコール運動っていうのが住民投票の署名のあとにあるのが分かってたもんであえてそういうふうに言いました。なじゃないと自分がねリコールで署名されちゃうと困るからです。 私の好きなカジノができないじゃないというのが横浜市長の考え方ですでですねえー、っとこれ住民投票の方は20万票集まってるんでまあ市議会のにかけられると思いますで自民党が過半数いるんでおそらく否決されますで自民党がもしね次の選挙を考えてまあもし可決したとした場合まあ住民投票をやればおそらく、えー、過半数を超えると思います だけどもこれ法的拘束力というのはないんですね自民投票にはでも市長のリコール運動というのは署名が集まれば法的に拘束がありますんで市長はク,あのクビになりますそうするとカジノが止まります今現在カジノを確実に止めるにはまず市長をリコールするしかないんですねでえー、と今までね市長はいろいろ言ってました自民投票やらないとかね 市民の6割が反対していても4割賛成してんだからいいじゃないかとかねいろいろ言ってましたねであのー、市長は自分が中心だと思ってるみたいですけど中心というのは横浜市民なんですよね市長はあくまでも市長であってね、あのー、横浜市というのは市民のために動かなきゃいけないんですけども何をしまったかね狩りのしのって今騒いでますで横浜市にはね観光地がいっぱいあります カジノはなくても観光地をもっとですねアピールすればお客さんいっぱい来ますそれを知らん顔して市の職員もそう何もやらずにね楽な方楽な方で横浜市は今カジノに依存しようとしてますでこれを防ぐには市長をリコールするしかないんですねでえー、っとこれ作る場所皆さんご存知ですか山下公園に作るんですよあれ山下公園りじゃなかったっけっておっしゃる方 地図よくく見てください山下ふ頭というのは山下公園のすぐ横にあります。ということはカジノです金を吸った人はどうなるか山下公園ベンチありますよね。そこでね缶ビールかかたりにね横になったりしますよ。はい。ね依存症の人、ね。もしかしたらナイフ隠し持った状態でねいるかもしれない。お金吸った人。交通費ないからってカップルを襲うかもしれない。ね でお金を取,れ取ろうとするかもしれない皆さんそんなところでデート行きたいですかよく考えた方がいいですよね。こういうのって。で、山下公園がね、今、カジノパークなんじゃないかって言われてます。カジノ公園ですね。で、港見える丘公園。あそこはですね、カジノができたら、カジノ見える丘公園になります。皆さん、こんなことでよろしいでしょうかぜひとも皆さんね、署名行ってください。あと、5日しかいません。えー、西口とかでよくやってらっしゃるんで、えー、 西のね、交番のすぐそばでやってます。なので、ね、皆さんね、横浜市民の方ですね。あと、知り合いに横浜市民の方いたらですね、横浜市民の方に大丈夫 ?3 行った方がいいんじゃないのっていうふうにね、署名活動行った方がいいんじゃないのっていうふうにね、ちょっと声かけてみてください。皆さんよろしくお願いします。ね、こんなカジノを作ったってしょうがないです。ね、横浜市は観光でやっていけます。で、市議会議員の給料を下げる。市長の給料を下げる。 まずこういうことをね先にやるべきなのにね自分らの給料は確保して、ね、金がないから金の作るこんな横浜市でいいですか皆さん市議会議員年収1600万円もらってます、ね、その他にね政務課数660万もらってます市長に至っては2700万円もらってますいいですか年俸2700万円ですよ市長の年俸ちなみに名古屋の河村隆市長は800万円です 退職金もないそうです。市長は1ヶ月3 0万ぐらいもらってます。皆さんどう思いますかじゃあ、カジノの署名よろしくお願いします。